どうもこんにちは、特措法の改正案と感染症法の改正案の中に刑罰が罰則が入っていることについて、これは大問題であるという話をしたいと思います。感染症法改正法案の中に入院を拒否すれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金というのが入っています。でもどうでしょうか。まさに、例えばこれは1月21日の毎日新聞ですが、40都道府県で病床逼迫っていうのが載っています。つまり今はなかなか入院ができない、あるいは救急車で運ばれても残念ながら受け入れる場所がなくたらい回しにされる、自宅で待機中に亡くなってしまう、あるいは療養の場所がない、あるいは自宅で待機して療養してくれと言われて、それに対するさまざまな支援が残念ながら極めて不十分であるなどあって、みんなやはり大変な状況で療養しているというのが状況です。病院に入りたくても入院したくても入れないという状況が今まさに医療崩壊という 中で問題されている中で、入院拒否すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金というのはどうなんでしょうか。政府の無為無策の付けを現場の個人に刑罰という形で脅しをかけるというふうに、見えてしまいます。で、まあ、これ反すると、まあ、前科ってなるわけですし、じゃあ感染している人に対して逮捕拘留裁判刑務所に送るということを やることが正しいのでしょうか。むしろ患者の人に関してはその病気を治すことこそやられるべきだというふうに思っています。これに対して、まさに、厚生労働省に聞きました。どういう事案がありますかというふうに聞いたら、この紙を送ってくれました。入院中等に起きた主な事例というふうにあるんですが、ここで紹介をされているのは1件だけです。他にもあるのかもしれませんが、埼玉の例ですね。医療機関で無断 外出し、それは大問題ですが、温泉施設を利用したことが判明、偽計業務妨害罪等で逮捕となっています。でコロナにかかっているにもかかわらず、それを例えば移すぞとかやったりしてすれば、それは傷害罪ですし、別の犯罪が問題になりうると思います。ですからこの入院拒否のことに関して、感染症等の改正に関する緊急声明を1月14日一般社団法人、日本医学会連合が出しています。これは非常に説得力があるものだと思います。これはこうあります。感染症の制御は国民の理解と協力によるべきであり、法の下で患者感染者の入院強制や検査情報提供の義務に刑事罰や罰則を伴わせる条項を設けないこと、患者感染者を受け入れる医療施設や宿泊施設が十分に確保された上で、入院入所の要否に関する基準を統一し、入院入所の受け入れに施設間格差や地域間格差がないようにすること、そして次に重要なんですが、感染拡大の阻止のために入院勧告もしくは宿泊療養自宅療養の要請の措置を行う際には、措置に伴って発生する社会的不利益に対して本人の就労機会の保障、所得保障や医療介護サービス、その家族への育児介護サービスの無償提供などの十分な保障を行うことってあるんですね。その通りではないでしょうか。で、この日本医学会連合はもしこういうふうに罰則でやるとすればですね、むしろ検査を受けない、あるいは水面下に潜ってしまうという問題が起きるのではないかということも指摘をしています。その通りではないでしょうか。例えば一人親で子供を見ている、具合が悪いんだけれども、もし入院ってなれば仕事も失う、子供の面倒を誰も見る人がいないなんていう状況だと、本当にもう検査そのものを受けないっていうようなことも広がってしまうのではないでしょうか。ちょっと、砂の器という有名な映画があります。ハンセン病で子供を連れて入院し、
させられて子どもと別れてしまうことやいろんなことを考えて全国、まあ、放浪逃げ、ま、逃げるというそういうことを描いた映画です。まさに、このお医者さんたちがかつての感染症あるいはハンセン病や HIV やいろんな経験の中で、このまさに、逆の意味での、きちっとした治療が受けられないとかですね、潜ってしまうとかいろんな問題が起きるということを指摘をしています。感染症の場合などこのことは十分考えなければならない。入院拒否1年以下の懲役または、100万円以下の罰金で、やるということには反対です。また他に、今度は特措法の改正のところで、例えば特措法改正案では緊急事態宣言の対象区域で都道府県知事が飲食店などの事業者に休業や時短営業を命令できるようにすると、応じない場合は50万円以下の過料を課すというふうになっています。命令を出す際には事業者への立ち入り検査などができるようにし、検査の拒否には20万円以下の過料とすると。これ誰がやるんですかという質問に、これ保健所がやるというふうに言っています。保健所今まさに本当に大変な状況です。保健所で果たしてこれができるんでしょうか。またあそこここ、まあ、たくさんの8時以降、例えばちょっと極端ですがお客さんがいてしばらく30分営業してしまっていたなんていうこともあるわけで、じゃあどこを過料でやるのかっていう、また基準等についてもこれは本当に問題になってしまうというふうに思っています。また制限発令の前段階、また緊急事態宣言が出る前の段階ですが、知事が予防的措置を行うまん延防止等重点措置も新設をすると。この措置でも知事は事業者に時短営業などを命令でき、応じない場合は30万円以下の過料です。でもどうでしょうか、これは緊急事態宣言より前の段階の知事が予防的措置を行うまん延防止等重点措置です。基準が曖昧ではないかということや、あるいはですね、これがまずまん延防止等重点措置だと指定要件が不明確だったり、国会への報告義務もないと、経済的支援との関係性も不明確で、これで過料を課すことが妥当なんだろうかというふうになっています。つまり、まあ、十分な保障っていうのが残念ながら日本で行われていません。十分な保障も行わないで、まさにこの過料で制裁を課すと、過料といっても行政罰、罰なわけです。ですからこれで課すことが本当に正しいのかというふうに思っています。また行政罰がいずれ刑事罰になってしまうということも、刑事罰はまた別の手続きで、まあ、前科という形で ついたりするわけですが、刑事罰に格上げすることも考えられます。保障が不十分なままこのように過料を課すこと、行政罰を課すことが正しいのか、そして保健所がこれを本当にやれるのか、恣意的運用ではなく、まさに例えば入院拒否の要件もそうです。こちら刑事罰ですが、入院拒否やそれから8時以降の時短に応じないで営業するということや、様々なこと、これ明確に判断がどういうふうに判断するのか、どうしてそこが選ばれてそこが、罰則、行政罰など課せられるのか、そういうことも問題になりうるというふうに思っています。GoTo キャンペーンなどをやってきて、コロナ禍が本当に今感染症が広がっています。飲食店だけが問題なわけでもありません。もちろん飲食店の中で感染が広がっていることもあるわけですが、飲食店だけの営業が問題であるわけではありません。いろんな問題がある。だとしたら PCR 検査をちゃんとやって、コロナゼロに政府は向かう。そして保証をしっかりやって、まさに、もう一回例えば持続化給付金をやるとかですね、しっかり保証する中で、事業を支える、仕事を支える、商売や暮らしを支えることで、本当に乗り切っていくということなしに、
まあ、現場の個人事業主を刑罰で脅して言うことを聞かせることが妥当なのかどうかというふうに思っています。これは問題でありますし、それからこれが、まあ、本当に感染症対策としてどうなのか問題があるというふうに思っています。改正法案の中での刑罰の新設は大問題、大変問題がある、禍根を残すということを強く申し上げたいと思っています。